ホイッスルが鳴るまでプレイを止めちゃいけない。FIFA ワールドカップのスペイン戦で、日本代表の三笘選手が見せた、ゴールライン際ギリギリのプレーに、海外が討論。サッカー FIFA ワールドカップで、スペインを2対1で逆転勝利した日本代表は、勝ち点6を獲得し、グループ E を1位突破で、2大会連続決勝トーナメント進出を決めました。そのスペイン戦で、三笘選手がゴールライン際で折り返したボールを、田中選手が押し込んで逆転に成功した場面があったのですが、そのラインを割ったのではないかと物議を醸しています。そのプレーに三笘選手は、1ミリかかっていれば良いなと思っていた。入った後は足が長くて良かったと思いました、と語っており、FIFA の公式ツイッターでは、インプレーが説明されたツイートを紹介しているのですが、ルールをあまりよく知らない、ルールに納得がいかないファンも中にはいるみたいで、討論になっていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。あのゴールはとんでもなくクレイジーだったから、イン、と判定されて嬉しいよ。うん、よくぞ言ってくれました。なんでみんなそんなに叩いてるのかわからない。ルールもやり方もテニスと同じで、選手がチェックを要求したんだから。ドイツ選手は国に帰ると塩漬けになるね。その曲線は、まるで幾何学に反するようなものだった。彼が後ろから叩きつけてノックバックする様は見事だったよ。だからホイッスルが鳴るまでプレイを止めちゃいけない。適切な正当 A カメラであれば、ボールがはっきりと入っていることがわかりますよ。ゴールキーパーは白い芝をすべて引き抜くべきだったね。サッカーをしたことはないのでよくわからないけど、これは入っているの？ホワイトエンドラインをギリギリ超えたところに見えます。ギリギリで十分です。それがルールです。入っています。FIFA は技術的な写真と入っていることの証拠を公開しました。しかし、ボールは端の白い芝生に触れていない。ボールは球体です。ボールの真上からライトを当てると、ボールと同じ直径の円の草の上に影ができると想像してください。この影が白い線に少しでも触れていれば、インプレーとなる。ボールの円周が68から70センチメートル、ブランクス距離が 1.6×10-35m で、光がボールの真上にある場合、この技術が 100% 正確になるにはどれくらいの高さが必要でしょうか。空気抵抗は存在しないと仮定して、もし光線が平行なら問題ないでしょう。ボールの中にもテクノロジーが施されているからね。私の知る限りでは、ボールの中にセンサーがあり、スタジアムにはたくさんのカメラが設置されているので、ボールが当たった瞬間に一時停止することができます。ボールにはチップが内蔵されており、このようなコールのためにゲームの前に充電されます。ボールの中にセンサーを仕込み、審判の時計にインかアウトかをポップアップで表示する。ドイツがワールドカップから脱落した唯一の要因は、
グループステージで参照できなかったことだ。もし、つまらないプレーで失敗しても、それを受け止めて黙っていればいいんだ。彼らが出て行ってくれて嬉しいよ。私が交通警察と交渉して、制限速度を1キロ上回っているかどうかを判断するようなものです。ボールがインプレーになるのと同じように、スピード違反はスピード違反です。入ってます。ゴールは正気じゃなかった。ドイツは連敗で帰国。話はそれでおしまい。1インチでも1マイルでも関係ない。勝ちは勝ちだ。みんながしょっぱいドイツ人に文句を言っているのに、文句を言っているドイツ人を一人も見たことがないのが不思議です。ほぼ全員が、日本やスペインに勝てなかったのは自分たちのせいだと言っている。驚異的なゴールだったよ。私はあまりサッカーを見ませんが、ダイブして釣った鮭のように地面にバタバタしているのが気になりますね。すごい言い方をすると、もし、三笘が一生懸命入れようとしていなかったら、間違いなく入っていなかったでしょう。いいプレーだった。ボールがインプレーであると人間の審判が評価することを誰が期待するだろうか。テクノロジーの助けを借りて今それを行うことができますが、それは最もプロファイルされたゲームやチャンピオンシップでのみ使用されます。でも私の考えでは、ボールは白線に物理的に接触していなければインプレーにならない。ラインズマンがインプレーと判定すれば、それはインプレーであり、それ以上議論する必要はない。FIFA の競技規則を読んできてください。しかし、ボールは実際にはラインに触れていない。関係ないね。彼らは皆、泣きながら地面に横たわっていたはずだ。ルールでは、ボールは完全にアウトでなければならない。アンクルからわかるように、完全なアウトではない。99% アウトだが、1% はまだ入っているのでインプレーです。100% アウトだったら、ゴールは取り消されただろう。そのために、すべてのゴールやカードにつながるような事例の後に必ずレビューが行われるのだ。以上になります。いやもう、見事なプレーに、今も興奮が冷めやまないですよね。こういうプレーを当たり前にこなしてしまう三笘選手には、いろいろ教えられるものがありました。次のクロアチア戦でも素晴らしいプレーを期待しております。感動日本は随時更新中です。チャンネル登録、鈴マークをクリックしていただくと、いち早く動画を視聴することができますので、ご活用ください。評価をコメント欄にいただけたら本当に嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。